リンクイットさんがここ3、4年でですね、うん、会社の、まあ、ある意味でその壁みたいなものを乗り越えてこられたと伺いました、はいはい、どんな壁がありどのように乗り越えてこられたのか、はい、そのあたり社長から2015年ご取材の時ですね、まあ、ちょうどその時はおそらく100億目指して上場を目指すという状況だったと思うんですけど、他の部門の分野の事業をくっつけたりとかそういう形で、まあ、どちらかというとただ規模の拡大を目指してしまって、でそこでやっぱりいろんなこう社内的にもいろんな人がこう入り乱れますし、まあ、なかなかそういったコントロールが効かなくなってしまったというところがここ数年すごく苦しんで、はい、というような状況だったんですけど、まあ、そこはやっぱりもう一回原点回帰をして、はい、まあ、しっかりこう中身を良くしていこうというところをこの 2,3 年取り組んで、まあ、この社員全員とですね、で本当にそういったところがやっと今期ぐらいから実を結んできて、まあ、今今期は過去最高益で終わりそうな状況ですので、はい、どのようなですね、はい、その改善策に取り組まれたんですか。目標としてですね、人件費除く販管費 5% 経費のカットと、粗利の 2% 改善というところを掲げてまいりまして、無駄な部分ですとか、そういったこう無理してた部分とかいうのをどんどん排除していきまして、経費の削減というのを本当に事細かくやっていくこと、で利益粗利に関してもですね、その先ほどの仕入れ先の改善という開拓を常にやることによって、両方やってきたことによって、まあ、売上額自体は、まあ、当時の3分の2ぐらいになっておりますけれど、中身の部分がもう圧倒的に変わってきたというのはあります、過去最高益が出るまでに、はい、まあ、さらに、まあ、ここで油断することなくですね、まあ、今期は今期の反省がありますので、まあ、来期に向けてここが良くなかった、あそこが良くなかったというその悪いところがすでに見えてますので、まあ、そこを改善することによって、まあ、来期さらに上を目指そうと、今度また、来期の表彰式がありますので、はい、まあ、そこで社員全員向けて発表したいなというふうに思っております、はい、一度やっぱ会社をですねこう縮小していくっていうのはすごい大変な苦労があったんじゃないかなと思いますけれども、はい、本物とそうでないもの、はい、自分たちが本当にこうできることとできないことっていうところを見極めながら風通しのいい会社というのを作っていくこと、続けていくことが本当に大事だなというふうに思います、はい、風通し、はい、例えばどういうところですか。相手が上司であれ社長であれ、自分がこう思うとか、まあ、これはこうした方がいいんじゃないですか、これはちょっと違いますよとか言えるようなですね、全部そのトップダウンではなくてですね、しっかりこうボトムアップというかですね、そういった意見を取り入れながらみんなで改善していくというところを一番風通しのいい会社に近いんじゃないかなと思います、はいはい、リンクイットさんが過去最高益を出してきたと、でもまだいくつか課題はあると伺いました、はい、目下の課題を一つか二つ教えていただいていいですか。今の改善の流れをですね、止めないということだと思いますし、まあ、来期以降もさらに経費改善と粗利の改善と、あとまあ現場に対するその明確な目標がなかったので、現場力、まあ、販売力ですね、これを具体的にどこまでアップさせていくのかというところを、今課題として挙げておりますし、引き続きそういった仕入れ力とか調達力の改善というものですとか、そういったこともやっていきたいなと思っております、はい、社員さんとの関わり合いとか、うん、社員さんがこう頑張りたくなるようなこう仕組みというものをいろいろ工夫されていると伺いました、はい、そのあたりぜひ聞かせてください、はい、まあ、その各部門においてですね、いろんなその目標を達成するといろんなインセンティブが支払われるですとか、年に一度ですけど、まあ、会社内のリンクイットアワードっていうのを開催しておりまして、その時にいろんな部門のいろんな人にスポットを当てて、まあ、みんなで称え合うというのをもう5年以上やってると思いますが、そこをしっかりこう続けて毎年毎年こう新しい目標の発表と、まあ、1年間の労をねぎらって、新しい期も頑張ろうというところで、これは本当に今後もしっかり続けていきたいなというふうに思ってますね。ここ数年の会社が苦しかった時期もこのリンクイットアワードは欠かさず毎年続けていらっしゃった。そうですね、その悪い時の状況もしっかり、今の現状はこうですよ、ただこういうふうな未来に向かって頑張っていこうということをしっかり伝えていったことが、多少なりにどうもそういった今の結果につながってきているんじゃないかなというふうに思います。なるほど、はい、